東京都立図書館は東京都が運営する公共図書館である。2009年に都立日比谷図書館が千代田区に移管されて以降は中央図書館及び多摩図書館の2館によって構成される。東京の未来を開く力となる地の集積、発信を使命として掲げ、首都東京の中核的公立図書館の役割を担い、図書館資料及び図書館内外の情報の整備。 充実に努め、都民及び利用者に対し、等しく良質な図書館サービスを提供することにより、東京の社会、経済、産業、教育、文化等の発展に貢献することを運営の方針とする。これを支えるため、中央図書館では約188万冊、多摩図書館では約55万冊と、国内の公立図書館では最大級の蔵書数を有する一方、 個人への資料の考え貸し出しは行っていない。これは当図書館の業務が個人利用者に対する閲覧や調査支援などの他に都内公立図書館に対するレファレンス支援や資料の貸し出しなどを主とするためであり、当館から利用者へ直接の貸し出しは行わないが、 区市町村立図書館が所蔵していない資料で利用者の貸し出し要望があるものについては区市町村立図書館を通じて貸し出しすることが可能である。中央図書館が中心的な役割を担い多摩図書館と機能を分担しながら一体的な運営を行うとされており、組織上は中央図書館長の下に置かれた管理部の下に多摩図書館が位置する。本校では 東京都立図書館の前身となった東京市立図書館についても一体的に記述する。開館まで東京市立日比谷図書館東京都立図書館の園元は直接的には1908年に開館した東京市立日比谷図書館にあるとされる。帝国図書館の前身にあたる書籍館が東京府に移管され、1878年から3年。 あまりの間東京府書籍館として運営された時期もあるが東京で公立図書館が設置されたのは20世紀に入ってからであり主導的な役割を果たしたのは東京市であった1898年に市政特例が廃され一般市政が敷かれるまで東京市には独自で図書館を設置する財政力も体制も整っていなかったとされ東京市に 公立図書館を設置すべきであるとする議論が起こるのは、それ以降となるのだが、1899年には、東京市により図書館設置調査が着手されており、同年には図書館令も交付されていた。1902年には、市立の大橋図書館が開館して、多くの市民に利用されており、市の図書館設置に向けた機運も高まっていて、1904年、 大橋図書館の理事でもあった東京市会議員、坪谷前全郎らによって提出された通俗図書館の設置の権威は議会で満場一致をもって迎えられた。日露戦争の勃発により計画は一時中断される。ものの、尾崎幸雄市長の主導の下一律図書館設置が推進され、1908年ようやく日比谷図書館が開館するに至った。 初期の展開日比や図書館では、帝国図書館と異なり、一般市民の利便性が重視され、当時通俗教育といった社会教育に資することを重視していた。初代主事である渡辺又次郎は、児童閲覧室運への確立を図り、児童の教育に読書が必ずしも有益でなく、むしろ害をもたらすとする当時の考え方に反論し、自由な読書の功用を説いている。 公認の森谷常三郎の下でも、その運営の方針は継承され発展を見ており、また市内の簡易図書館に対する参考図書館としての機能の充実を図った。当初東京市では、市内十五区各区に日比谷図書館に準ずる規模の図書館を整備することを計画しており、この構想に基づいて1909年には、深川区に、市立深川図書館が開館している。しかし、 財政上の困難から方針を変更し、小学校に併設する形の簡易図書館を整備して一区一館の構想の推進を図ることとなり、1913年には19館の体制が確立する。1914年、今沢次会が新たに日部屋図書館館頭に就任すると、私立図書館の運営の一体化に向けた改革が進められ、日部屋図書館が 管理業務も2内19館が一体的に運営される体制となったほか、日比谷図書館の自動閲覧の無料化、深川図書館の閲覧料無料化が実現した。改めて市の図書館の中心的な存在として位置づけられた日比谷図書館では、参考図書館としての機能の充実が図られ、レファレンスワークの取り組みが始められており、対象天皇即位を記念ししに可視された資金は、 教育基金に組み入れられ、その折りをもって、特別図書購入費用と資蔵書の充実と、郷土資料の購入に充てられ、日比谷図書館ではなお貸し出しは、有料制であったが、考え貸し出し制度の拡充も図られるなど、関東大震災以前の再生期が到来したのである。関東大震災以後の同校京橋区役所と、合築となった京橋図書館1923年9月1日に、 発生した関東大震災は死者、行方不明者10万人以上にも及び、東京府、神奈川県を中心に、甚大な被害をもたらしたが、図書館もその例外でなく、深川、一橋、京橋の全焼を、はじめ12館が消失し、リサイト書数は10万冊を超え、私立の大橋図書館や、東京帝国大学附属図書館も全焼するに、至った。 消失を免れた日比谷図書館も、館内では、初夏が点灯するなど危険な状態であり、それ以前に、日比谷公園が被災者救護の拠点であって、館員も、救護の任にあたり、また、屋外新聞従覧所を設けて正確な情報の提供に努めた。この被害に対して、日本図書館協会の呼びかけにより、外地も含む全国から2万冊の図書が寄贈され、被災地の東京市、 横浜市大橋図書館で協議の上配分を行っている。震災後復旧に向けた取り組みは早く、バラックによる仮説ではあったが、半年以内に19巻の再開を見た。東京市の復興計画は、予算の縮減による交代を見ながらも図書館、建設費には大きな予算が当てられ、その額は100万円。東京市継続震災復興事業費の4.32%を占めた。 この継続震災復興事業費とは別に、単年度の予算によって消失した7つの自由図書館の復興も進められ、1926年の台南図書館を皮切りに1930年の両国図書館完成まで建設が続いたが、独立した建物が用意された両国では、新館完成を機に有料化している。以前より独立した建物を持つ深川、一つ橋、 京橋の参観は、蒸気継続震災復興事業費によって再建され、1927年に、深川が、1929年に、京橋区役所との合築で、京橋が、1930年には一橋が、駿河台へと移転解消し、それぞれ震災前を上回る規模で再開し、またそれぞれの地域の特性に合わせた資料の充実と、運営を目指した。一方、 これら三館も日比谷図書館と同様の有料性となり、サービスとして後退した面も見られた。また、新たな中央図書館構想が挫折し、日比谷図書館館頭の立場も、教育局長の下に置かれ発言力が弱まる中で、1931年には、今沢も辞表を提出するに至った。1932年10月1日、 東京市では5軍82町村を編入して20区に編成し直し、既存の15区と加えて35区のいわゆる大東京市となった。この時、渋谷、中野、寺島、西菅もの4町立図書館を私立図書館に組み入れ、同年には旧品川町で私立品川図書館を開館させている。しかし、 旧市域の二0館に対して、新市域ではわずか五館とその格差は顕著であり、編入合併により人口が膨れ上がったことで人口あたりの増書数も急激に低下した。この問題に対処するため市では、淀橋区、大子区、荒川区にそれぞれ図書館を設置しているが、いずれも有料制であり、また、荒川図書館が戦前で最後の新設となった。また、本所、 浅草の二館も改築に伴い独立した建物が用意されたが、やはり有料制となった。日比谷図書館はかねてより施設が手狭で、関東大震災での損傷もあって、建て替えの必要が指摘されてきたが、計画は父として進展しなかった。1934年全面改築の方針が決まったものの、事業に伴う被災の認可が得られず、 日中戦争へと進展していく中国での軍事衝突の影響で50トン以上の鉱材の使用も禁止され、改築計画は中止に至った。1938年には危険施設との指摘を受け、閉館決定の報道までがなされるが、これは市民の猛反発もあり、急遽予算が組まれ、応急補強がなされて、閉館だけは免れた。戦争の影響百三十三年。 図書館例の全面改定が行われ、いわゆる改正図書館例が施行されることとなった。この改正の意図としては、公共図書館を通じて国民思想の全導に当たらせるという文部省の意図があったとされ、また、中央図書館制度が創設されて、帝国図書館中央図書館市町村及び私立図書館、学校図書館という社会教育の実施機関としての図書館の 改装制度が規定された東京では、不立図書館がなかったため、私立日比谷図書館が中央図書館となるべきところ、中央図書館指定の受け入れ体制ができず、日比谷図書館が中央図書館となったのは、東京都政施行後の1943年10月であり、その頃には、図書館の最大の課題は、空襲に備えての重要な蔵書や資料の疎開となっていた。 1940年頃からは出版統制、出版物の検閲が強化され、左翼思想に類する書籍は、閲覧を禁じた上で厳重に保管するものとされた。戦争の影響戦時中の1943年7月1日、東京府と東京市を廃止し、新たに東京都政が施行された。これを受けて、東京都下の公立図書館は、東京都立図書館に移行し、 多摩地域の公共図書館を含めた都科の図書館は、中央図書館に指定された日比谷図書館の指揮監督の元に置かれることとなった。しかし次局はすでに市民の読書どころではなく、1944年4月には国民学校不設の図書館13館が閉館し、東京空襲が激化した1945年以降は、それが加速した。一月十七日の空襲では、 深川図書館が焼夷弾の投下を受け、3月10日の東京大空襲でも4館が大きな被害を受け、5月25日の山手空襲では、日比谷図書館の全焼を含め7館が全焼。一連の空襲で消失した蔵書数は、日比谷図書館の20万冊帳をはじめ、都立図書館全体での被害は40万冊を超えた。またこの間貴重資料の疎開や、 民間からの重要図書の買い上げと疎開も進めており、買い上げた書物は、西多摩郡田西村や埼玉県北足立郡基調に用意した倉庫に運び込まれた。そのうち消防したものも、数万冊に及ぶものの、8月末までに購入した、書物は20万冊を超え、買収に充てた費用は230万円に達した。 戦後の図書館機構の再編1945年8月15日、玉音放送が行われ、終戦を迎えたが、都立図書館は、日比谷図書館の全焼をはじめほとんどの建物が離災し、無傷に近かったのは、京橋、駿河台、月島の三館のみであった。蔵書全体の6割に及ぶ図書が消失し、再開は、困難を極め、 月島も占領軍によって接収されたものの、終戦後休むことなく、活動を続けていた京橋に続いて10月には、駿河台が閲覧を再開、翌1946年には4館が閲覧を再開、また、多摩地域では小学校併設という形で、立川と大梅に2館が開設された。鳥立図書館では、海軍大学校の蔵書の受領などで蔵書の再建を進め、 また GHQ の移行もあって、東京に大規模な中央図書館建設の構想が描かれたり、上野の旧帝国図書館の都への移管も提起されたりしたもののいずれも中途で挫折を見た。日比谷図書館の再開は遅れ1947年に、ようやく木造の仮設館舎を着工、1949年11月に再開したが、木造で、 大価庫を持たなかったため蔵書の多くは、京橋図書館で保管されたままでの開館となった。1947年には、東京都の35区が再編され、23の特別区が設置された。これに伴い、日比谷図書館以外の東京都区部の図書館を、それぞれの所在する区へ移管することが検討され、1950年には、日比谷図書館を除く区部の都立図書館は、 それぞれの区へ移譲され、都立図書館は、日比谷、立川、大梅の三館体制となった。日比谷図書館では、駿河台、深川、京橋の主要三館に残された蔵書を日比谷に集中させ、蔵書体系を維持することを計画したが、達せられなかった。都の財産であるが、暫定的に、駿河台図書館に保管されていた内田義吉文庫も、そのまま、 千代田区立となった駿河台図書館に引き継がれている。1950年には図書館法が制定され、制度としての中央図書館も廃止された。日比谷図書館の再建1960年頃の日比谷図書館。4階部分が増築される以前の姿である。日比谷図書館は1949年に仮設館舎での再開を見たものの、 同年の中田邦蔵の退任以来専任の官長が置かれず、また消防から危険施設との指摘も受けるなど、未だ本格的な復興にはほど遠い状況にあった。1951年には、家人、国文学者の時前マロが官長に就任。当時の東京都では、新たな学校教育法下での学校の整備に追われ、図書館の再建について帰り見られることが少なかった。 中で、時は自ら、東京大学で行われた、市書講習に参加し、慶応義塾大学客員教授のロバート・エルギトラーに、学ぶなど、日比谷図書館再建に向けて、精力的な活動を行った。国立国会図書館長、金森徳次郎を通じて、安井都知事に、日比谷図書館の再建を、要請、1952年には、時の理解者であった19人の学者、 芸術家、文化人、実業家の連名による東京都立日比谷図書館の再建に関する要望書が東京都知事、東京都教育委員会、東京都議会議長宛てに提出され、日比谷図書館再建の援護となった。昭和28年度予算ではなおも建設調査費が計上されなかったが、時の古くからの友人である衆議院議員の安藤正摘の協力を得て、 1953年秋には自由党の都議会議員30人余りが日比谷図書館を訪問視察時が再建案を説明する機会を得たことで翌1954年から再建に向けた動きが本格化することとなる。2016年現在も日比谷図書文化館として残る三角形の建物は敷地を無駄なく使うための時の着想によるものであり。 施設配置の設計には、整理課長の林誠一が対応した。林は1955年に死去、時も同年6月退職勧奨を受けたことで、新図書館の建設を待たずして自ら職を辞した。なお、同1955年1月には、八王子私立図書館が、都に移管され、東京都立八王子図書館となっている。時の公認には、行政畑から前、 東京都教育庁次長の渋谷徳夫が就任。新図書館開設に向けた具体的な計画を推進し、秘書の人事制度について一定の道筋をつけ、開館直前の1957年5月まで館長の任にあった。同1957年10月に新図書館が開館し、戦後12年を経てようやく、日比谷図書館は復興を遂げたのである。なお、 この新図書館の計画段階では大規模な開花式の導入を検討していたものの、検討当時は大規模図書館での開花導入には、慎重論が根強く、部分的な開花とせざるを得なかったが、1961年の増築の頃には、開花式の方が望ましいという考え方が普及しており、4階部分の増築に合わせて、既存の閲覧室の改善が行われ、 開花スペースが拡充された。中央図書館の建設1960年代は図書館の奉仕活動のあり方が問い直された時期であり、東京都でも都立図書館と区市立図書館との役割分担や協力関係の明確化、特部と市町村部との財政上の格差の拡大、受験生が閲覧室を占領してしまって他の利用者の自由な読書や 調査研究が圧迫されてしまうなどの問題が散積していた。日比谷図書館では増築がなった1961年に早くも抜本的な改善が必要との結論に達しており、日比谷図書館協議会では1年余りの検討の末、1962年9月に東京都の公共図書館総合計画についての提言をまとめて提出するに至った。提言内容においては、 原価の書問題を解決し、日部屋図書館本来の方式能の実現のためにとが、果たすべき役割が明示され、その中で、日部屋図書館が、これまで収集してきた古書や東京資料をまとめて、収蔵できる近世資料図書館の新設、古くなった図書資料を保存するための図書館の新設、また中学生、高校生をはじめとする学生や、勤労性少年の読書、学習の場となる、 地域図書館の増設といった方針が示され、初めて大規模文館の必要性が指摘された。この大規模文館の建設の基本構造をより深く検討すべく、国内図書館関係者による意見調取会が実施され、その結果都立図書館が果たすべき方式能の中で新設される図書館が参考調査図書館としての機能、近世、近代の学術研究を行う機能、 都内公共図書館の相互協力センターとしての、機能の3つの領域を担い、日比谷図書館では、主として、成人を対象として、図書資料を提供する、図書館機能を担うべきとする方針が示され、両者は一体的に運営されるべきであるとする、方向性が示されたのである。新図書館は当面の蔵書規模を150万冊。 最終的には500万冊規模を目指し、かつ都心に近く交通支弁な場所にあることが望まれたため、1966年に港区有栖川の宮記念公園内の都立、教育研究所移転後の跡地が候補地として決定された。1967年に、見延良吉が都知事に就任すると、 図書館は都民に提供すべき重要なシビルミニマムと位置づけられ、1969年にはフランス文学者の杉克夫が日部屋図書館長として迎えられた。杉は祝立図書館を積極的に訪問し、第一線図書館の実態を把握し各所の要望を都行政に反映させることに尽力し、多摩地域の都立図書館との連携を密にし、 東京都の図書館政策を確立させて図書館整備のあり方を明確化することに努めた。その中で中央図書館建設の具体化と三玉地域の老朽化した図書館への対応、多摩ニュータウン整備に関連する特部と三玉地域との格差解消についても言及している。都立図書館では司書職の人事制度について確立がおぼつかず整理課長として 新図書館の業務体制の実務に当たっていた森博氏が1971年に死去するなどして杉自身は新図書館会館を前に1972年7月に辞任してしまうが日部屋図書館から蔵書を移転して1973年1月に東京都立中央図書館が会館に至ったのであるまた1972年には 都立高等図書館基本構想が策定され、翌1973年には基本計画の策定に至った。多摩図書館の建設多摩地域においても、1969年の東京都立図書館の整備充実計画以来、既存の3図書館を統合して、都立多摩図書館を新たに設置する構想が浮上していた。 かつて特部に比べて整備が立ち遅れていた多摩地域への図書館サービスという役割を担ってきた参館も1970年代に入ると多摩地域での市長率の公立図書館の整備が進んだことでこれらとの役割分担が求められるようになったこの情勢の変化から1970年代後半には都立多摩図書館の建設構想がまとめられ ことに1979年の多摩地区都立図書館将来計画検討委員会の提言を受けて、1981年から都立3、館は順次貸し出しなどの第一線図書館としての機能を縮小し、八王子図書館は協力貸し出しセンターに、立川図書館は築地観光物センターに、大梅図書館は行政、郷土資料センターへと移行していき、 多摩図書館建設に向けた下地づくりに取り組んだ。1983年には東京都総合実施計画内において多摩図書館を含む複合施設としての多摩・教育センターの建設が表明され、1987年5月に東京都立多摩図書館が開館した。都立図書館の再編1976年に開館した都立高等図書館は区立と同等の 第一線図書館として奉仕する変則的な位置づけにあったが、多摩図書館会館に先立つ1986年に、江東区に移管され、江東区立江東図書館となった。1987年には、都立八王子、立川、大梅図書館を統合して、東京都立多摩図書館が開設され、この時点で、都立図書館は、日比谷、中央、多摩の三館体制となった。 1990年代に入ると、新日比谷図書館基本構想において、日比谷図書館の建て替えが計画されたものの実現せず、行財政の効率化が求められる中で、都立図書館のあり方が改めて見直されることとなった。2002年の今後の都立図書館のあり方社会経済の変化に対応した新たな都民サービスの向上を目指しては、 都立図書館の将来像を示したものであり、都立図書館が果たすべき役割として、高度、専門的なレファレンスサービス、インターネット等を活用した電子情報サービス、司書教育へのレファレンス指導等を通じた学校教育への支援、政策立案の支援と、都政情報の提供などが規定され、区市町村立図書館の活動を支援する第2 0図書館として活動することを、 明確化した。資料購入予算が限られ、書庫の収蔵数が限界に近づく中で、中央、多摩領館の機能分担を再構築し、両者で重複する資料の収集、保存は行わず、都立三館は、中央図書館の下で統括される体制へ移行する、ことが示された。条例上平地とされていた日比谷図書館と、中央図書館の関係が規定し直されたのである。また、 同年には、中央図書館、多摩図書館の入館年齢制限が撤廃されている。2005年の、都立図書館改革の基本的方向ではさらに、踏み込んだ内容となり、区立図書館と機能が重複する日比谷図書館の、千代田区への遺憾が示された。2008年に、東京都教育委員会と千代田区教育委員会との間で合意が成立し、2009年に、日比谷図書館は、 千代田区へと移管され、都立図書館は現行の二管体制となった。2017年1月に多摩図書館は立川市から国分寺市へ移転した。当年表における記述はあくまで都立図書館としての配置文豪の歴史に留める。特に注釈を付さないものは東京都立図書館公式サイトの記載による。東京都立図書館では、 東京都立図書館資料収集法人に基づき、区市町村立図書館との役割分担に留意しながら、必要な図書館資料の収集を行っている。このうち、東京資料と称される東京都の郷土資料は、網羅的に収集されている。また、特別文庫室においては、日比谷図書館以来収集を重ねてきた全部で15の文庫があり、 総計約24万3000点の資料を所蔵しているが、このうち江戸から東京に至るまでの知史、歴史、風俗、電気、美術、音曲、演劇、娯楽、法制、産業、経済等あらゆる分野の歴史的資料約4万3000冊が東京資料として収集され、中でも江戸城造営関係資料646点は1987年に、 国の重要文化財として指定されている。これら貴重な資料は、都立図書館によってデジタルデータ化されるとともに、一部が東京アーカイブとしてインターネット上で閲覧に供されている。また、戦術の戦時特別買い上げ図書も特別文庫室にて保存されている。東京都立図書館では、利用者個人に対する資料の考えかし出しを行わない。ただし、利用者が、 館内において資料の閲覧や著作権法の範囲内においてコピーを行うことは可能である。また、都立図書館が所蔵する資料で都内のその他の公立図書館で所蔵されていないものについては、区市町村立図書館を通じて貸し出しが可能となる。入管は誰でも可能であり、利用者は入館証を受け取って入館する。閉下資料の閲覧や副社の際、 入館書を提示する必要がある。東京都立中央図書館は、東京都港区南麻布後の7の13にある公共図書館。東京都立図書館を統括する図書館として位置づけられる。アリス川の宮記念公園内にあり、都立日比谷図書館の蔵書の一部を引き継いで1973年1月に開館した。開館の経緯については、 歴史説を参照のこと。中央図書館では、ビジネス情報、法律情報、健康、医療情報及び都市、東京情報を重点的情報サービスとしており、各種の企業相談会、無料法律相談会、公開講座等を行っている。また基調資料のデジタル化を継続的に推進している。鉄骨鉄筋コンクリート造り地上を5階、地下2階建て、 書庫収蔵能力は約208万冊、うち35万冊は開花である。中央図書館の重点的情報サービスであるビジネス情報、法律情報、健康、医療情報及び都市、東京情報に関する情報コーナーを1階に集約して配置し、また各種の窓口も1階に集約することでワンストップサービス化を図っている。また、 東京都の行政資料を収蔵する都市、東京情報コーナー及び基本参考図書コーナーも1階に配置される。開会閲覧室は主に2階と3階に設けられ、2階では社会科学、自然科学系、3階では人文科学系の書籍を収蔵する。4階以上は主に閲覧室、多目的ホール、企画展示室、音声、映像資料室といった、 書室が設けられている。都立図書館によって収集されてきた各種の文庫や資料、約24万3000点を収蔵した特別文庫室も5階である。また、5階にはカフェテリアがあり、軽食を取ることができる。館内へは A4 サイズ以上の大きさの荷物を持ち込んで入ることはできず、コインロッカーへ預けることとなっている。また利用者用の閲覧席は九百二席。 そのうち、パソコン席は1階から4階までに、約290席が設けられている。休館日及び開館時間の規定は、東京都立図書館観測別表の記載に基づく。開館時間休館日有リス川の宮記念公園内の高台にあり、近隣には、中日ドイツ大使館、中日大韓民国大使館などの大使館や、愛育ク,クリニック、愛育幼稚園、麻布学園などがある。 最寄り駅は東京メトロ日比谷線広駅で徒歩約8分と案内されている。六本木駅麻布十番駅からも徒歩約20分ほどである。東京都立多摩図書館は東京都国分寺市泉町2-2-26にある公共図書館。東京都立図書館観測第2条に基づき中央図書館の統括のもと、主として雑誌及び児童資料。 青少年資料等に関するサービスを担う。都立八王子図書館、立川図書館、大梅図書館の三館を統合し、1987年5月に立川市西区町6-3-1に開館した。開館の経緯については、歴史説を参照のこと。2011年1月に東京都教育委員会は、都立多摩図書館の施設の老朽化や、 収蔵能力の問題などにより、国分寺市内の旧日本国有鉄道施設の跡地であるとあり地に移転することを発表し、この時点では2016年3月に新館を開館予定と発表していた。しかし、新館の敷地内での旧施設の基礎の撤去などに手間取ったことから2014年8月の着工となったため、 2015年4月に新図書館の開館時期を2017年1月に延期すると発表した。2016年12月19日をもって立川市の施設を閉館し、2017年1月29日に移転をオープンした。東京マガジンバンクと称する公立図書館としては、最大規模の雑誌の専門サービスを展開しており、約1万7000の雑誌を所蔵、 534詩が閲覧に供されている。都立図書館の再編に伴い、中央図書館との法式機能の分担が、中央特部及び当書部、たまたま地域の地理別分担から、中央統括機能その他すべて、多摩雑誌及び児童、青少年図書の機能を別分担へと転換しており、東京マガジンバンクは2009年5月に開設された。一方で、 多摩図書館が所蔵していた地域資料については、都市、東京資料の集中化の方針に基づき2008年に中央図書館へと移転している。立川市時代の多摩図書館休館日及び、開館時間の規定は東京都教育庁発表資料による。開館時間立川市時代より、開館時間は30分繰り下げられた。また、平日の閉館時間は2時間。 休日は30分繰り下げられている。休館日、東京都立中央図書館に関するカテゴリ東京都立多摩図書館に関するカテゴリありがとうございます。